中東のアザディスタンで発生したマスード・ラフマディ拉致事件、首謀者は国内のバランスを崩壊させるため保守派の指導者ラフマディ氏を拉致した。アザディスタンを復興させるため外国からの支援を望む改革派の犯行と見せかけ大規模な内紛を煽動したのである。このテロ行動を武力幇助と判断したソレスタルビーイングはラフマディ氏の救出ミッションを断行。救出に成功したセツナ・エフセイエイは彼を直接アザディスタン政府へ引き渡すべく非武装のガンダムでアザディスタンの王宮へと向かう。ソレスタルビーイングのセツナの思いを世界に見せつけるために。さすがに無茶じゃないかな、非武装のガンダム一機で乗り込むなんて。今回のミッションはソレスタルビーイングのスメラギオ奉仕の決定、私たちは従うしかない。それでもいざとなったら私たちが。放っておけ。え、どうして。面白いじゃないか、あいつは自分の力信じるもので世界を変えようとしているんだ。ソレスタルビーイングも世界も関係ない。あいつを止めるようなことは俺が許さない。その意見はあなたらしくないと思えるけど。俺は自分の力で世界を変えようとするやつが好きなんだ。たとえそれが俺のやり方と違っていて俺の望む世界と違うとしても。そして世界はフォンが語ったようにソレスタルビーイングの計画とその圧倒的なガンダムの力によって少しずつ結束に向けた変化を広げていく。ユニオン、AEU、人類革新連盟の3つの超国家軍による史上初となる合同軍事演習。その裏に隠された真の目的、ガンダムの鹵獲作戦。このモビルスーツ数800機以上にも及ぶ圧倒的な戦力を前に、ソレスタルビーイングの4機のガンダムは全滅も覚悟しての武力介入を敢行する。しかし、その圧倒的な戦力により追い込まれたガンダムを真紅の粒子を放つ新たなガンダムが救う。ソレスタルビーイングさえも把握していなかったトリニティと呼ばれる3機のガンダムの存在は世界の変化をさらに加速させ、時代を新たな局面へ誘った。果たしてそれは変革を願う者たちへの福音だったのだろうか。歪みが生じ始めた世界の変革、その流れは支援組織であろうとするフェレステの理念をも蝕んでいく。
頭の軽い女に用はねえ。あんた、あたしをほっ。じりじりに消えろ。なんなのこいつ。そんな攻撃この俺には通用しねえ。ガンダムの力その身に刻め。邪魔だ。
フォンの回復を待つ間にも世界に変革の嵐が吹き荒れた。スローネによる過激な武力介入、刹那エフセイエイを中心とするソレスタルビーイングとスローネチームの衝突、そして決定的だったのが GN ドライブ搭載モビルスーツの国連軍への配備。何者かがイオリアの計画に介入している。それともこれこそがイオリアの。Thank you.
大丈夫、大丈夫。油断は禁物よ。行きましょう。おりゃりゃ、てめえら、ちょっとした油断が命取りになるぞ。ローエングリーンを使用します。目の前の敵機に通告します。道を開けなさい。これが敵の実力なのか。それでも私たちは前に進まねばなりません。今を生きる命として。被害ブロック拡大。消火班急げ。なんということだ。被害ブロックは封鎖しろ。僕は人類と共に自分の信じた道を進む。破壊する。当てる。
と。こんなことが。こんなところで戦闘なんか始めるから。